だから、次どこ行きましょう。お姉ちゃん、ここは？なに？さっきの何だったの？それに、何言ってるか全然わかんない。決まりました、ここに決定です。じゃん。は？って何が？お化け屋敷だよ、お兄ちゃん。いや、そんなのわかってるって。さあ、行きましょう。レッツ、お兄ちゃん。あー、待って、そういう子供っぽいのって、私卒業したんだよね。え、子供っぽい？幼児からそんな言葉が。だから あんまり興味ないな。大丈夫だよ、大川お姉ちゃん、ここって超本格的で大人も裸足で逃げ出すコースが売りだって。え、面白そうです。レッツショコン。さ、大川お姉ちゃんも。もしかして幼児って、水鉄砲作戦が不発に終わった今、恐怖という感情にかけてみる価値は大いにあるかもしれない。安心しろって。でも。の泣き顔が取れるけど。子供っぽいなんて次元を通り越してる。
用心、あんまりくっつくのは。オーカは？オーカ、あ、これ、これダメだ。オーカ、うん。出口に近いんだ。選べ。左の道へ行く。すぐに出られるが、遊王城下は泣き止んでしまう。右の道へ行く。ゴール後も遊王城下は号泣し続ける。ここで2を選べば確実にミッション達成できる。でも岡、もうすぐ出られるから。本当？ああ、俺がすぐに出口に連れてってやるから、もう泣くなよ。うん、奏がそう言うなら、オーカ頑張る。もう大丈夫だぞ。あ、オーカ？ありがとう。え？奏がずっとおんぶしてくれて、オーカすごく嬉しかった。そっか。あ、お客様。おいしいです。それにしても奏さんたちはどこ行っちゃったんでしょうね。お兄ちゃんなら大丈夫だよ。お兄ちゃんだもん。それよりお姉ちゃん、次どこ行きたい？そうですね、もしかするとそろそろ終わりになるかもしれませんね。あの、何のことでしょうか？あなたの任務がです。任務？ねえねえ、セーラお姉ちゃんも一緒に遊ぼうよ。この浮かぶ水上ティーカップとか。あれ、フタネをどこに？なあ、怖いのは終わったからさ、そろそろ降りないか。やだ、まだ怖いもん。どうすれば怖くなくなるんだ？じゃあ抱っこも。お姫様、え、お姫様抱っこ？え、そんなのできるわけ。ダメ。これで満足か？もうちょっと。え、スリスリ。おい、寄せて。もっと起きた。あ、悪い、大丈夫か？あれ、私お化け屋敷に入ってどうしたっけ？え、戻った？てか、私なんでアマッチに乗っかられてるの？ん？おお、おお、遊王子、それには訳があってだな。あれ、おかしいな、私が泣くなんて。あ、すまん、悪気はなかったんだ。うん、違うよアマッチ。え、うまく言えないけど、なんかほっとしたというか、嬉しかったの。嬉しい？気づいたらアマッチがすっごく近くにいて、恥ずかしかったけど嫌じゃなかった。お化け屋敷のことも記憶があんまりないけど、アマッチがずっと一緒にいてくれたっていうのは覚えてるんだ。なんだろう、この辺りはすっごくあったかいの。こんな気持ち生まれて初めて。はい、カットです。おお、ちょっと会長。非常にいい雰囲気のところ申し訳ないんですが、おそらく今がラストチャンスですよ。撮っていいか？おい、ショコラ、ミッションクリアしたぞ。あ、
どうした？元気ないぞ。そうですか。は？ああ、お腹空いたんだろう。今何か買ってきて。いい、何も食べたくありません。なんだかこの辺りがモヤモヤしています。いつからだ？さっき奏さんが写真を撮ってるのを見てからです。ああ、見てたのか。自分の気持ちがわからなくなりました。え？ショコラ？おい、どうかしましたか？あ、いや、そのショコラが食欲もないなんてバカなこと言うんで、あの、そのやはり神も手を焼く人類史上最悪の鈍感さんですね。仕方ありません。呪いを解くヒントをあげましょう。え、呪いって？ズバリ、あなたが誰かを好きになれば呪いは消えてなくなります。え、それって？口づけしましょうよ。絶対選択肢消したくないんですか？会長、あなたは一体何者なんですか？もう時間がありませんよ。え？やっぱり男の子って胸の大きい子のがいいのかな。はあ、あら、いつからそこに？いつからでしょう、わかりません。近くで見るとやっぱり大きいな。おーい、なんだ、二人ともここにいたんだね。ゆうおじさんもいいな。ん？いい？そう、羨ましいというか、違う、なんでもない。羨ましいです。私も二人のことが。奏さんはいつもフラノさんといると楽しそうです。そんなことは。あ、そしてホウカさんといるときは奏さんとっても優しそうでした。そうかな。だから奏さんがお二人といるのを見るとなんだか胸が苦しくなります。食欲もなくなります。私はすみません、失礼します。おい、ショコラ。体大丈夫か？てか会長が呪いについて知ってたんだけど、お前何か知らないか？私は奏さんのことが大好きです。あ、いや、それはあれだろ、チョコ的な。違います。私やっと分かりました。この気持ちはチョコレートが好きの好きではありません。結婚したいの好きです。奏さん、私のこと女の子として好きになってください。ショコラ、まで落ち着け。好きになってください。ユキヒロ、そのフラノッチ大丈夫って、カナデッチとチョコラッチが抱き合ってる。いや、これはそういうんじゃ。お楽しみのところ邪魔して悪かったわね。ゲロイカの臭い匂いがプンプンするゲロ臭く。いつもより悪口ひどくないですか？ってより、お前とにかく離れろ。カナデさん、私のこと嫌いですか？それは選べよ。チョコラに好きだと告る、雪平ピアノに好きだと告る、ユオジョーカに好きだと告る。こんなの選べるわけない。アクアギャラクシーで何かが起こる。え、 4？ しかも何かが起こるって。何かって一体なんだよ。今までどんな選択肢も一度選べば必ずその通り実行された。いつもの俺ならこんな危険な選択肢は選ばない。でも俺は誓ったんだ、人の気持ちを踏みにじるような選択肢だけは絶対に、絶対に。
4番あの天草君、4番って何のことかしら。え、それに人前でよくうずくまるけど何なの。うんうん、私もずっと気になってた。あ、それはおお前ら楽しんでるか。先生あの、絶対選択肢で何かが起こるって選んだ場合どんなことが。何、お前それ選んじまったのか。やばいぞ、マジやばいぞ。私ん時もマジやばかったからな。先生がこんなに怯えるって、まさか。みんなここから出るんだ。いいな。大変だ。俺の選んだ選択肢のせいでここにいるみんなを巻き込んでしまうかもしれない。早くここにいる全員に知らせなきゃ。待ってください、カナデさん。来るな、ショコラ。でもまだ答えを聞いてません。あれだ。先輩まで危ない。大丈夫かって、お前はこないだをつけてやる。やっぱりいい印してる。やめてください。いいじゃんいいじゃん、一緒に遊ぼうぜ。いや若ぜ、だから最後のやつおかしいだろ。これぞ女王の頂。おお、だだ、あぶな。え、松彦？いや、今はそれどころじゃ。あなた、子供欲しくない？って、またアバズレ飲んじゃってるし。今のところまだ何も起こってない。頼む、もう少し待ってくれ。忍ぶとか。せーので押すぞ。はい、せーの。よし、マイク、マイク、スイッチはこれか。みんな大変だ。かなでさん、さっきの答えを聞かせてください。今それどころじゃ。聞かせてください、かなでさん。ショコラ、かなでさん、私のこと嫌いですか？俺もショコラのことが好きだ。本当ですか？でもそれはお前が言ってるような意味合いじゃない。ショコラが大事だからこそ今はお前の気持ちに中途半端な気持ちで答えることができない。だからごめんな、ショコラ。あの、私はですね、その、私はですね、私はそんな奏さんが大好きです。ショコラ、それと奏さん、マイクのスイッチ入ってますけど。いや、かなでさん。この白いの何ですか？おまけにとても冷たいです。え、雪？
ジヤバいことってこれだったのか。カナデッチ、プールで雪なんてこんなことあるんだね。ああ、これが雪ですか。そうだよ。まさか雪なんてな。フラノ、今フラノって言った。嘘、やっと言ってくれた。聞き間違いじゃないよね。フラノってこんな景色か。北海道の、私行ったことある。ジャガイモが美味しいところです。この際私の車で買って。それはちょっと無理かな。でもいつかは。男をたぶらかして洗脳するそこの小娘、今度こそ真の女王の力を見せてあげるわ。時代は女王様より妹だよ。あやめお姉ちゃん、放て。あらら、お前らもどっちにつくか選べ。生きるか死ぬか、女王対妹の頂上決戦。雪の発光度もびっくり、水着だらけの大雪合戦だ。こりゃマジヤバいぞ。マジヤバいことってこれ。何言ったい。いやねえ、子供欲しくない。お母さん、おかちゃん、助けて。やらせるか。やらかせ、ちゃちゃちゃ。しのぶたくんと幻の妹、しのぶたちゃん。あらあら、どうしましょう。俺と絶対選択肢との付き合いはまだ続くだろう。くだらなくて、えげつなくて、最低のこいつが脳内からいなくなるその日まで俺の戦いは終わらない。でも俺は自分の心に悔いのない選択をしていこうと思う。なんて綺麗にまとめてみたり。奏でちゃん、私の玉も受け取って。うわー、来るな。任せたわ、マクサ君。ちゃんと地の薬を買っておくから。なっほっといた方が面白そう。こんな美味しい状況、助けるなんてとんでもありません。お前ら、お前が自分で選んだんだろうが。助けて。覚悟、人生とは選択の連続である。今この時間も地球上のどこかで様々な選択劇が繰り広げられている。今日何食べる？どっちの色がいいかな。さあ、そこの君も勇気を持って選択するのだ。我々の未来が大きく変わる重要かつ重大な選択を選べ。